2、父の家を出るように私をせき立て、そうして人財産作ってやろうという愚かで無分別な考えを植え付けたのは、ある邪悪な力であった。その力がいかに強力なものであったかは、私が父の懇願や命令を無視し、その他いかなる適切な忠告にも耳を貸そうとしなかった事実から分かってもらえると思う。正体こそ分からないが、今度も同じその力が働き、私はあらゆる冒険のうちで最も無謀なものを試みることになった。アフリカの海岸行きの船に乗り込んだのである。船乗りがギニア行きと称している航海だ。この時の航海での最大の失敗は、私が船員として乗船しなかったことである。船員の身分であれば、多少の面倒な労働はあったにせよ、水夫としての義務や仕事を覚えることができる。そうすれば、船長は無理だとしても、航海士かその補佐役くらいの資格を得ることができたかもしれない。だが、一番悪い選択をするのが私の運命であって、この時もそうであった。私は立派な身なりをして懐に金を持ち、新自然として船に乗り込んだ。当然私にはやるべき仕事も覚えるべき仕事もなかった。ただロンドンで心優しい人々の知遇を得たことは、当時の私のような無鉄砲で世間知らずの若者にとっては稀な行幸であった。悪魔はこうした若者たちを罠にかけようと手ぐすねを引いて待ち構えているものであるが、この罠を私は幸運にも免れたのである。私が最初に出会ったのはギニアから帰ったばかりの船長だった。彼はギニアで大儲けしてまた出かけるという話だった。人当たりが良かった私はこの船長に気に入られた。世界をこの目で見たいという私の心づもりを聞いた彼は、もし一緒に来る気があるならただで乗せてやろうと言ってくれたのである。君は私の友人として乗船し、話し相手になってくれればそれでいい。商売のための品を持って行けばたくさん儲けられるように便宜を図ってやる。その後の冒険の足しにはなるだろう。私はこの申し出を快諾した。そしてこの船長とすっかり親しくなった。彼は正直で商売上も公平な人であった。私はわずかばかりの商品を持って船に乗り込み、後々それらを売ることでかなり儲けることができた。それは何よりも我が友にして公明盛大な船長の計らいによるものである。私の商品というのは、船長の勧めで購入した金額にして40ポンドほどの玩具や雑貨であった。この40ポンドの資金を私は親戚の者たちに手紙を出し、援助を請うことで捻出した。ここからは私の想像であるが、おそらく親類たちは私の父、そうでなければ少なくとも母には知らせたのだと思う。40ポンドの金は結局私の親が用意し、我が子の門出の花向けとして援助されたのであろう。この時の航海はおよそ私の企てた冒険の中で成功裏に終わった唯一の例である。そしてそれが成功したのは、ひとえに清廉で誠実な船長の心配りによるものだ。彼を師として、私は数学や航海術に関する相当な知識を習得することができたし、航路の記録の取り方や天体の測定方法も学ぶことができた。つまり、船乗りがぜひ知っておかなければならないことを学んだのである。彼は教えることを楽しみ、私は学ぶことを楽しんだ。この航海を通じて、私は一橋の水夫と商人に成長したのだった。私はこの冒険で5ポンド9オンスの砂金を本国へ持ち帰ることができた。ロンドンでそれを売り払うと300ポンド近くの大金を得た。しかしそれが運の尽きというやつで、
その大金が私の野心を駆り立てることになった。こうして私は破滅に向かって歩み出したのである。成功裏に終わったといっても、もちろん辛い目にもあった。熱帯のうだるような暑さのせいで熱射病にかかり、ずっと体調が思わしくなかった。何しろ我々の商売の拠点は、北緯15度から赤道付近だったからである。私は今や一人前のギニア商人であった。我が友の船長は帰国後すぐ亡くなり、そのことは大変な悲しみであり痛手でもあったが、それでも私は再びギニアへ行くことを決心した。乗り込んだのは同じ船で、前回航海士だった男が船長を務めた。この航海は史上類を見ない最悪の航海であったと言ってよい。私の稼いだ金のうち100ポンドも持っていかなかった。つまり200ポンド近くを信頼できる船長の未亡人に託して出かけたのである。私はこの航海で数々の手ひどい目にあった。最初の災難はカナリア諸島へと向かっていた時、カナリア諸島とアフリカの海岸の間を航海していた時といった方が正確であろうが、サレを牙城とするトルコ海賊の奇襲を受けたことである。夜が明けきらぬ時刻に連中はありったけの砲を張って追いかけてきた。我々も大急ぎで全ての砲を張って逃げたが、海賊たちは背後に迫り、あと 2,3 時間もすれば間違いなく追いつかれるという状況に追い込まれた。そこで連中を迎え撃つ準備をした。こちらの船の大砲は12門で、向こうには18門あった。午後3時ごろ、とうとう海賊は私たちの船に追いついた。ところが、海賊船は操舵を誤り、こちらの船尾にではなく横に船体を寄せてきたので、我々は8門の大砲で海賊船の横っ腹に一斉射撃を試みた。彼らも馬鹿舌と大砲で応戦し、200人近い海賊たちが小銃を撃ってきたが、我々の攻撃で連中の船はあらぬ方角を向いてしまい、再び離れ去った。こちらは全員が身を潜めていたので、負傷した者はいなかった。海賊たちはまたもや攻撃に転じ、我々も防御の準備をした。だが今度は連中はさっきとは逆側に船を横付けし、60人もの海賊たちが船の甲板に乗り込んできた。彼らは甲板や柵具にやたらに切りつけて破壊した。我々は小銃や弾倉、爆薬などを使って応戦したので、なんとか彼らを一旦は退却させた。しかしこれ以上の陰惨な話は切り上げて結論を言おう。結局我々の船は操舵不能に陥り、3人の船員が殺されて8人が負傷した。こうなっては降伏するほかなく、我々は捕虜としてムーア人の港であるサレに連行されたのであった。そこで私が受けた扱いは最初恐れたほどひどいものではなかった。仲間たちは皆当地の皇帝の宮廷へ遠く連れ去られていったが、私は戦利品として海賊のもとに留め置かれ、頭の奴隷となった。私は若くて貧瘍であったので、海賊の仕事に役立つとみなされたのである。とはいえ、私は商人から奴隷に転落するという現実にすっかり打ちのめされた。惨めな境遇に陥り、誰もお前を救いには現れないという父の予言がいやおうなく思い出された。今やそれが現実になったのだ。今の私ほどひどい境遇があろうか。天は罰を下し、私には救いもなく破滅する運命が課せられたのだ。しかしこれから明らかになるように、これは私に降りかかった不幸のほんの一端に過ぎなかったのである。新しい庇護者たる海賊の頭は私を自宅に連れ帰った。この海賊の男が次に仕事をするとき一緒に船に乗せられたら、
あわよくばスペインかポルトガルの軍船が彼らを打破し、私を解放してくれるかもしれない。そんな淡い期待を抱いた。だがこの期待は見事に裏切られた。主人は海へ出かけるときには私を陸に残し連れて行かなかった。代わりに私は彼のささやかな庭園の手入れや細々とした家事を命じられた。そして主人が海から戻ると今度は船室の掃除を命じられるという具合であった。私は脱走すること、どうやったらうまく逃げおせるか、そればかりを考え続けた。しかし妙案は一向に思い浮かばなかった。私には相談する相手や協力者がいなかった。イギリス人かアイルランド人、あるいはスコットランド人の同じように陸に留め置かれた奴隷は身近に一人もいなかったのである。再び自由になる日を夢見て日々の慰めとしたが、脱走の機会を見出せぬまま時が過ぎ、いたずらに月日が流れていった。2年ばかり経った頃、かつてない状況が到来した。私は再び逃走の機会を真剣に伺うようになった。主人が以前に比べて海に出なくなったのである。噂によれば金欠で船が出せないということだった。主人は週に一度か二度、天気が良ければそれ以上頻繁に海賊船のボートを下ろして湾の外に釣りに出かけるようになった。その釣りに彼は毎回ボートの漕ぎ手として私とムーア人の奴隷の少年を連れて行った。私たち二人は主人を楽しませ、私は魚釣りがかなりうまくなった。そのうちに主人の親類のムーア人の男と私と奴隷の少年の三人で魚を釣ってこいと命じられるようになった。一度こんなことがあった。死んだように泣いた朝であったが、釣りに出かけるとたちまち濃い霧が立ち込め、まだ3キロも漕ぎ出していないのに陸を見失ってしまった。漕ぎながらもどの方向へ進んでいるか皆目見当がつかず、一昼夜漕ぎに漕いで翌日の朝を迎えた。その時初めて岸に向かってではなく沖へ沖へと漕いでいたことが判明したのだった。ボートは岸から10キロ以上も沖にあった。私たちは懸命に漕ぎ続けて何とか帰還することができたが、危ない目にもあった。朝になって強い風が吹き出したからだ。それにひどい空腹にも苦しんだ。主人はこの一件を戒めとして、今後はもっと用心することにした。彼には私が乗っていたイギリス船の大型ボートがあったので、これに羅針盤と食料を積んで釣り船として用いることになった。そこで彼は海賊船の大工、彼も私同様奴隷にされたイギリス人であったが、に命じ、ボートの中央部に端気についているような小さな船室を作らせた。そしてその後方には人が立って舵を取り、帆を出し入れするロープを操るための場所を、前方にも一人か二人の人間が立って帆を操作するための空間を設けさせた。このボートはいわゆる三角帆で走る船であり、船室は適切にも低い位置に作られていたので、ブームは船室の上を自在に動いた。船室には主人と一人ないし二人の奴隷が横になれる空間があり、食卓もあれば主人用の酒の瓶やパン、米、コーヒーを入れておくいくつもの小さな戸棚も据え付けられていた。私たちはこの船で頻繁に釣りに出かけた。私は釣りに長けていたので、主人はいつも私を同伴した。あるとき、主人はこのボートで土地の有力者である2、3人のムーア人と船遊びか魚釣りに出かけることになった。彼はそのために事前にいろいろと準備をし、前の晩のうちにたくさんの食料をボートに積み込ませ、
山頂のマスケット銃と火薬と弾丸を海賊船から取ってこいと私に命じた。釣りだけでなく取り打ちも楽しむ計画だったのである。私は命じられた通りにして翌朝ボートで主人を待った。ボートはきれいに洗われ、旗を掲げ、客を迎える万端の準備が整っていた。やがて主人が一人でやってきて、客人に急な仕事が入り、船遊びは延期になったと告げた。だが夕食には来る手はずになっているので、いつも通り彼の親類のムーア人と奴隷の少年と3人一緒に出かけて、夕食用の魚を釣りに行き、釣れたらすぐに帰ってこいと私に命じた。私は了解し、その支度をした。逃亡の思惑が脳裏をよぎったのは実にこの時である。ボートを自由に使うことができるのだ。主人が行ってしまうと、私はすぐさま準備に取り掛かった。釣りの準備ではなく航海の準備である。どこへ向かうかはまだ見当もつかなかったが、深く考えもしなかった。ただこの場所を逃げ出せればそれでよかった。それにはまず何とか口実を設けて、食料になるものを船に積み込む必要があった。そこで私は例のムーア人に、主人のパンに手をつけるわけにはいかないと言った。彼はそれはもっともだと納得し、カゴいっぱいのラスクと真水が入った3つの亀を持ってきた。さらに私は酒瓶が詰まった木箱、それは明らかにイギリス船から奪い取ったものであったのありかも心得ていたので、ムーア人が帰ってくる前にこっそりと運び込み、以前からそこにあったかのように何食わぬ顔をしていた。その他に私が用意したのは、目方が20キロ以上もある老蜜の塊、一巻きの麻布、手斧、ノコギリ、ハンマーなどである。どれも大いに役立ったが、後になって一番活躍したのはろうそくの原料となる蜜蝋であった。ムーア人を欺いたことはもう一つあり、これにも彼は見事に引っかかった。彼の名はイシュメールだったが、もっぱらミューリーとかモーリーと呼ばれていた。私は彼にこう言った。モーリー、ご主人様が銃を船に積んでいるが、火薬と弾を少しばかりもらえないだろうか。そうすれば我々の食料としてアルカミ、イギリスのシギに似た鳥を取れるかもしれない。確か奉仕用の火薬が船にあったはずだが。よし、それじゃ少し持ってくるとしよう。彼はそう言って大きな革袋に1キロ近い量の火薬を詰め、もう一つの革袋に2キロ以上の弾と散弾を入れて戻ってきた。そうして全ての荷物をもうボートに積み込んだ。私はさらにボートの船室に主人の火薬を発見し、木箱に入った大きな酒瓶の一本がほとんど空だったので、中身を入れ替えることを思いついた。私は瓶を開けるとそこへ火薬を詰めた。こうして必要なものがすべて揃い、私たちは釣りをするために出港したのだった。港の入り口に設けられた要塞には見張りがいたが、我々とは顔なじみで咎められることはなかった。私たち一行は港を出て、1キロ半も行かないうちに帆を下ろし、早速釣り糸を垂らした。私の期待に反して風は北北東から吹いていた。もし南風であったら、私はスペインの海岸まで、少なくともカディス湾まで行くことだってできたはずである。だが風向きにまで文句は言うまい。ともかく一刻も早くこの恐ろしい場所を離れ、あとは運命にすべてを託そう。そう私は腹を決めたのだった。しばらくその場所で釣りをしたが、一向に魚は釣れなかった。私は針に魚がかかっても引き上げず、釣れないふりをしていたからである。私はムーア人に言った。どうも調子が悪い。
このままではご主人様に魚を持って帰れない。もっと沖へ釣り場を変えよう。彼は何の疑念も抱かず私の提案に同意し、ちょうど船首にいたので帆をあげた。私は舵を取り、ボートを5キロほど沖へ進め、いかにも釣りをする様子で船を止めた。それから奴隷の少年に舵を預け、ムーア人の方へと近づいた。そして彼の背後にあるものを拾うような素振りで身をかがめると、不意をついて彼の股ぐらに腕を通し、そのまま思い切り持ち上げて海へ投げ込んだ。彼は泳ぎが上手だった。コルクのようにすぐに浮かび上がると、船に乗せてくれ、どこへでもついていくからと大声で叫んだ。彼は懸命に泳ぎ、風もほとんどなかったので、すぐにも船にたどり着きそうであった。私は船室に行って、取り打ち用の銃を取ってくると、銃口をムーア人に向けていった。怪我をさせたわけじゃない。おとなしくしていれば何もしない。君は泳ぎが上手だし、波も高くない。岸まで泳げるはずだ。死の子の言わず岸に向かって泳ぐんだ。そうすれば危害は加えない。だがボートに近づいたら頭に一発お見舞いする。私はもう自由になりたいのだ。私がそう言うと彼は向きを変えて岸へと泳ぎ出した。きっとやすやすと陸までたどり着いたに違いない。それほどに彼の泳ぎはうまかった。奴隷の少年を海に投げ込んで、代わりにムーア人を船に残した方がいろいろと役立ったかもしれない。だが彼を信用するのはあまりに危険な賭けだった。ムーア人が去り、二人きりになると、私はジュリーと呼ばれていた少年に話しかけた。ジュリー、言うことを聞けばお前をうんと偉くしてやろう。しかし、お前が自分の顔を撫でて私に忠実に仕えると約束しないなら、つまりマホメットとその父のひげにかけてそう誓わないなら、私はお前も海へ投げ込んでしまうぞ。少年は私に微笑みかけ、邪心のない調子で返事をしたので、私は信用することにした。彼は私に忠誠を誓い、どこまでもお供をすると約束した。泳いでいるムーア人の姿がまだ見えているうちは、まっすぐに沖へと船を走らせ、風上に進路を取った。ジブラルタル海峡へ向かったと海賊たちに思わせるためである。ここからならジブラルタル方面に向かうのがまずもって賢明な判断だった。だが実際にはバーバリー海岸を目指した。私のそんな無謀な試みを誰が想像できただろうか。そこは文字通りの野蛮地帯で、近づけばカヌーに乗った黒人の大集団に包囲されて殺されるのが関の山だった。よもや上陸できたにしても、たちまち猛獣か、猛獣以上に残忍な野蛮人の餌になるのがオチだった。夕暮れ時になると私はすぐに南東へと進路を変えた。やや東寄りに進んだのは岸から遠ざかるのを心配したからである。海は穏やかであったが、かなり強い風が吹き、おかげで船は快調に進んだ。翌日の午後3時ごろ、初めて陸地が姿を現した。おそらくサレの南240キロあたりの地点まで来ていたのだと思う。もはやモロッコ皇帝の領土ではなく、誰の領土でもなかった。人の姿は皆無であった。けれども私はムーア人を非常に恐れていた。再び捕まり連れ戻されるのではないかという恐怖心が絶えずあって、船を止めたりはせず、陸に上がることも怒りを下ろすこともしなかった。順風だったのでそのまま5日間航海を続けた。やがて風が南向きに変わり、私を追う船があってもさすがに諦めるだろうと思った。そこで思い切って陸に船を寄せ、ある小さな川の河口で停泊した。
川の名前も場所もわからなかった。そもそも井戸が何度で何という国でどんな人間が住んでいるのかさえ見当がつかなかった。誰にも会わなかったし、会いたいとも思わなかった。私の欲しいものは真水であった。この小川に着いたのは夕刻であったから、日が沈んだら早速岸へ上がり、この辺りを探検してみようと思った。だが暗くなるとすぐ野獣のうなるような吠えるような恐ろしい声が聞こえた。どんな動物か正体は不明であったが、少年は恐怖にすくみ上がり、夜が明けるまで岸へは近づかないでほしいと私に懇願した。そうだなジュリー、今夜はやめておこう。だがね、昼間なら人間に出くわすかもしれない。危険だという点では人間もライオンも同じだろうよ。ジュリーは笑いながら、その時は鉄砲を撃つ、追っ払うと言った。彼は私たちイギリス人の奴隷と付き合っていたので、この程度の英語は話せるのだった。私は少年が再び元気を取り戻したので喜び、景気づけに我らが主人からくすねた酒を一杯飲ませた。ジュリーの意見はもっともであり、私は彼の言う通りにした。ボートの小さな錨を下ろし、夜が明けるまでじっとしていた。じっとしていたというのは眠りはしなかったからである。 2,3 時間が経った頃、名も知らぬさまざまな巨大な動物たちが岸辺に集まってきた。彼らは涼を求めて水に入り、のたうち回って水浴びをし、世にも恐ろしい阿鼻の声を周囲に響かせた。その声にジュリーは戦慄して震え上がったが、私も同様であった。だがとりわけすくみ上がったのは、何か巨大な動物が我々のボートへと近寄ってきた時である。姿こそ見えなかったが、その鼻息から押して桁違いに巨大で獰猛な野獣であった。ジュリーはライオンだと言った。そうだったかもしれない。ジュリーは恐怖のあまり怒りを上げて逃げようと訴えた。いやダメだ、怒り綱に浮きをつけて流し、少し沖まで漕げばいい。猛獣だってそんなに遠くまでは追っては来ないだろう。そう話しているうちに、例の猛獣はもうオールを2本つなげば届く距離にまで迫っていた。私はぎょっとして船室に駆け込むと銃をつかみ、その猛獣めがけて発砲した。猛獣はたちまち身を翻して岸へと泳ぎ去った。その銃声により岸辺だけでなく、もっと遠い陸の方からも病状しがたい野獣たちのすさまじい咆哮が上がった。どうやらこの土地の野獣たちは銃声というものをこれまで聞いたことがなかったらしい。これで夜間に上陸するのはとても無理だということが判明した。かといって昼間に上陸するのはそれはそれで問題だった。野蛮人に捕まるのはライオンやトラに捕まるのに劣らず危険だったからだ。少なくとも我々は猛獣と同じくらい野蛮人を恐れた。そのような悩みの種はあったが、水を得るためには陸に上がらないわけにはいかない。ボートにはもう1パインドの水も残っていなかった。いつどこで上陸するかが問題であった。ジュリーは自分が亀を持って陸に上がり、水があるかどうか調べる。もしあれば汲んでくると言った。なぜ君が行くのだ？私は尋ねた。私は行かずにボートに残るのか？すると少年は私に大変な思いやりを示した。そのため私は彼を愛おしく思うようになったのであるが、彼はこう言ったのだった。野蛮人来たら彼ら私を食べる。あなたは逃げる。それじゃあジュリー、二人で行こう。野蛮人が来たら殺そう。そうすれば二人とも食われない。と私は答えた。私はジュリーにラスクを一枚与え、我らが主人の酒瓶を開けて酒を一杯飲ませてやった。
そして程よく岸辺まで船を寄せ、そこから岸までは足が濡れるのも構わずに歩いた。我々の荷物は武器と水を汲む亀二つだけになった。しかしボートが見えなくなるほど遠くへ行きたくはなかった。カヌーに乗った野蛮人が川を下ってきやしないかと気がかりだったのである。しかしジュリーは1キロ半ほど先に低地があるのを見つけると、そちらの方向へ歩いて行ってしまった。それから間もなく彼が駆け足で戻ってくる姿が見えた。私は野蛮人に追いかけられているか野獣に出くわしたものと思い、彼を助けようと大急ぎで駆け寄った。そばまで来ると彼が肩に何かぶら下げているのに気づいた。それは彼が銃で仕留めた動物でノウサギに似ていた。だが私の知っているウサギとは毛色が異なり、足ももっと長かった。私たちはこの獲物に狂気した。それは大変なごちそうであった。しかし少年が大喜びで駆け戻ったのは、私に報告するさらに良い知らせがあったからである。彼は水を見つけ、野蛮人も近くにいないことを確認したのであった。だがすぐ後になって、そんなに苦労せずとも水を得られることが分かった。私たちが停泊した場所の少し上流に行けば、潮が引いた時に真水を汲めるのだった。そこまでは海水が上がってこなかったからである。そんなわけで私たちは亀に水を汲み、捕まえたノウサギで豪勢な食事をとると、出発の準備にかかった。この辺り一帯に人間の足跡らしいものは一つも見当たらなかった。以前にも一度この沿岸を航海したことがあったので、カナリア諸島やベルデ岬諸島がさほど遠くない位置にあることを私は知っていた。けれども天体を観測する計器がないので、現在の緯度が分からず、また諸島の正確な緯度も思い出せなかったために、どの方角に諸島があり、どのタイミングで沖へ舵を切るべきか分からなかった。こんな事情でなければ島にはやすやすと到着できたはずである。しかし私には一つの希望があった。この海岸に沿って進めば、やがてイギリス人が交易をしている地域にたどり着くはずだった。イギリスの商船に出くわしもするだろうし、そうすれば救助されるチャンスもあるだろうと思った。私の勘が正しければ、我々の今いる場所はモロッコ皇帝と黒人の支配地域の間に横たわる野獣しか住まぬ荒れ地であった。ムーア人を恐れた黒人はその土地を捨ててもっと南へ行ってしまい、ムーア人はその土地の不毛さゆえ住むに値しないとみなしていた。この2つのグループがここを放棄した最大の理由は、何よりも無数の虎やライオンやヒョウ、その他の猛獣が生息していたからだ。そんなわけでムーア人は狩りをするときしかこの場所にやってこなかった。しかも来るときは軍隊さながら 2,3,000 人で退去してやってきた。実際我々は沿岸を160キロ近く航海したが、昼は人気のない荒野がどこまでも続き、夜は野獣の方向しか耳にしなかった。昼間のことだったが、一二度私はカナリア諸島に属するテネリフィ島の山の頂を見たように思った。そしてその島にたどり着こうと思い、二度もその方角を目指したが、結局失敗した。逆風で波も荒く、私の小さな船ではどうにもならなかった。そこで仕方なく当初の予定通り沿岸を進むことにした。最初の停泊の後も水を得るために幾度も陸に上がることを余儀なくされた。とある早朝、喫立する痩せた岬の下で怒りを下ろしたことがあった。潮が満ち始める時刻で岸辺に船を寄せる機会を伺っていると、私より目がいいジュリーが小声で私の名を呼び、
もっと岸から離れた方がよいと言った。ほら、あの丘のところで恐ろしい怪物が眠ってる。彼の指の先に目を向けると、なるほど、そこにいたのは恐ろしい怪物であった。それは見たこともないほど巨大なライオンで、海辺の丘陵がせり出した場所の物陰に寝そべっていた。ジュリー、お前一つ岸に上がってあのライオンをやっつけないか。私は言った。ジュリーは震え上がって、殺す私。ライオン、私を一つの口で食べる、と答えた。彼は一口で食べられてしまうと言いたいのだった。私はそれ以上は何も言わず、じっとしているよう彼に命じると、手持ちの一番大きな銃を手に取った。それはマスケット銃くらいの大きさであった。それにたっぷりの火薬と二つの弾丸を込めると、別の銃にも二つの弾を込め、残る一丁にも小ぶりの弾、五つを装填した。私は一番大きな銃でライオンの頭を撃ち抜こうと周到に狙いを定めた。だが、ライオンは前足で鼻を覆って寝そべっていたので、散弾は膝の部分に当たり、その骨を砕いた。ライオンはたちまち怒号を発して立ち上がろうとした。だが、前足が折れていたので再び突っ伏した。それでもなお3本の足で立ち上がり、ついぞ聞いたことのないゾッとするようなうめき声を上げた。狙いを外したことは少し意外であった。すぐに別の銃を手に取って逃げようとしたライオンを再び撃った。今度は頭に命中し、ライオンは崩れ落ちた。もはや吠えることもできずにもがき苦しんでいた。これを見てジュリーは元気づき、岸に上がらせてくれと言った。よし、行ってこい、と私は言った。少年は小銃を手に水に飛び込むと、もう片方の手で器用に岸まで泳いでいった。そしてライオンに近づき、その耳に銃口を向けて今一度頭を撃った。こうしてライオンはこと切れた。この猛獣は大変な獲物であったが、食料にはならなかった。私は何の役にも立たない動物に3発分の火薬と弾を無駄に使ったことを後悔した。だがジュリーはライオンの体の一部が欲しいと言い、手斧を貸してとせがんだ。手斧でどうするのだと聞くと、ライオンの頭を切ると答えた。しかし、頭を切るのはとても無理で、代わりに彼は足のくるぶしから下の部分を切り落としてボートに持ち帰った。それはとてつもなく巨大な足であった。それから私は、ライオンの毛皮は役に立つかもしれないと考え、可能ならば毛皮を剥いでみようと思い立った。ジュリーと二人で早速その仕事に取り掛かったが、彼の方がはるかに慣れていて、私はほとんどお手上げだった。作業に丸一日を費やし、ようやくライオンの皮を剥ぎ取ると、我々は船室の屋根にそれを広げ、二日間日干しにした。こうしてライオンの毛皮は敷物として使われることになった。この後、私たちは10日から12日間ほど南下を続けた。食料が残り少なくなっていたので、節約して暮らし、真水を汲むような場合を除いて、極力岸に上がることを控えた。私の計画は、ガンビア川かセネガル川の河口、つまりベルデ岬のあたりまで行くことだった。そこまで行けば、ヨーロッパからの船に出くわすこともあろうと思った。もし出くわさなければ、諸島を闇雲に探すか、あるいは黒人たちの世界で朽ち果てるかのどちらかだった。ギニア沿岸、ブラジル、あるいは東インドを目指すヨーロッパの船はいずれもこのベルデ岬かベルデ岬諸島を経由することを私は知っていた。私はその一点に運のすべてをかけたのだった。もはや
ヨーロッパの船に拾われるか、客死にするか、選択は二つに一つだったのである。こうした腹積もりで私たちは10日ほど南下を続けた。やがて人間が住んでいる土地になり、岸辺を進んでいる時などは2、3度海岸から我々を眺める人の姿が認められることもあった。彼らの肌は黒く、しかも素っ裸であった。話しかけようと一度岸にボートをつけようとしたことがあったが、賢明なジュリーが、行かない、行かないと私を制した。だが私は声が届きそうな距離まで船を近づけた。彼らは海岸に沿ってボートを追いかけてきた。見たところ手に武器は持っていなかった。一人の黒人が細長く棒を手にしているだけだった。ジュリーによればあれは槍で、彼らが投げればかなり遠くのものに当てることができるという話だった。それで私は用心し、岸に船を近づけすぎないようにしたが、なんとか身振り手振りで会話を試み、特に食べ物が欲しいというこちらの希望を伝えようとした。彼らはそれに応じて、食べ物を取ってくるから船を止めろと手で合図をした。私は帆を下ろしてボートを止めた。二人の黒人が陸地の奥へ走り去り、30分もしないうちに二切れの干し肉と土地の穀物をいくらか持って戻ってきた。どれも初めて見る食べ物であったが、喜んで頂戴することにした。しかし困ったのはどうやって受け取るかだった。私にはボートを着岸させる勇気がなく、彼らは彼らで私たちを恐れていた。黒人たちはやがて双方に安全な方法を思いついた。つまり彼らが食べ物を海岸に置いて去り、遠くから見守っている間にこちらが上陸して食べ物を回収するという方法である。私たちがそのようにすると彼らは再び海岸に戻ってきた。代わりに差し出せるものはこれといってなく、私たちは感謝を身振り手振りで伝えることしかできなかった。だが、幸いにしてすぐに恩返しをする機会が訪れた。私たちがまだ岸近くにいるとき、2頭の猛獣が突然姿を現したのである。1頭がもう1頭をものすごい勢いで追いかけて、我々にはそう見えた。山中から岸辺までやってきたのだった。盛りのついたオスがメスを追っているのか、単にじゃれ合っているのか、それとも喧嘩しているのか、我々にはどうにも判断がつきかねた。その光景がありふれたものなのか、異常なものなのかもわからなかった。だがおそらくは後者だった。獰猛な動物が姿を見せるのは通常夜と相場が決まっていたし、黒人たち、特に女たちの恐怖に怯えた様子からも、これが非常事態であることは明らかだったからである。黒人たちは槍だか投げ矢だかを持った男以外、皆一目散に逃げ出した。けれども2頭の猛獣は黒人たちに飛びかかる様子もなく、まっすぐに浜辺の方へ走ってきて海に飛び込み、水浴びにでもやってきたかごとくに泳ぎ始めた。しかしやがてそのうちの一頭が我々のボートのすぐそば、驚くほどそばまで近づいてきた。私は大急ぎで銃に弾を込めた。そしてジュリーにも銃に弾を込めるように命じ待機した。獣が目と鼻の先までやってくると、私は頭を狙って引き金を引いた。獣は弾を受けて沈んだが、すぐに浮かび上がり暴れ回ってもがき苦しんだ。陸へ戻ろうと懸命だったが、致命傷を負っていた上に水を飲んで溺れ、岸に着く前に絶命した。銃声と閃光に対する黒人の驚きぶりは尋常ではなかった。恐怖のあまりばったりと倒れて死んだようになっている者もいた。だが彼らは獣が死んで水に沈んだことを見て取り、私が大丈夫だから出てこいと合図すると、
元気を取り戻して海辺へ戻り、死骸を探し始めた。海面が血で赤く染まっていたので、私にはすぐその場所が分かった。獣にロープを巻きつけ、黒人たちの方へ投げると、彼らはロープを引いて獣を海から引き上げた。それは見事な反転のある珍しい豹であった。黒人たちは両手を上げて、私が豹を殺すのに用いた武器に感嘆の意を表した。もう一頭の獣は銃の閃光と轟音に仰天して、陸に上がると山の中へ一目散に逃げ帰ってしまった。遠くから見ただけなので、どんな動物であったかはわからない。黒人たちは豹の肉を食べたい様子だったので、私は喜んで彼らに贈り物として与えることにした。手振りであなたたちのものだと伝えると、彼らは非常に感謝し、早速獲物の解体に取り掛かった。彼らにはナイフがなく、鋭く尖った木片しかなかったが、その道具で上手に獣の皮を剥いだ。我々がナイフを使ってやるよりずっと上手であった。彼らは肉の一部をくれると言ったが、私は全部あげると言って断り、その代わり毛皮が欲しいことを手振りで伝えた。彼らは気前よく毛皮を私にくれた。そればかりか食べ物をたくさん持ってきてくれた。見たことのないものばかりだったが、ありがたく頂戴した。それから手持ちの亀を逆さにし、中身が空であることを示して、水が欲しいというこちらの意向を伝えた。彼らは仲間に呼びかけた。すると二人の女が、日干しにして固めたと思われる大きな土器を担いできた。彼女らはこの土器を浜辺に置いて立ち去った。私はジュリーに亀を持たせて使いにあり、すべての亀を水でいっぱいにさせた。女も男たち同様に服を着ていなかった。こうして根菜と穀物と水を手に入れた私たちは、親切な黒人たちに別れを告げて出発した。陸へ上がらずに11日ほど航海を続け、やがて陸地が細長く突き出た岬へとやってきた。岬までの距離は20キロはあったが、波が穏やかだったのでそばへ行ってみようと思い、大回りをして近づいた。10キロほどの距離を保ったままその岬を越えてみると、海原の彼方に別の陸地がはっきりと見えた。その時私は、たった今越えてきた岬こそベルデ岬であり、沖合に見えている陸地こそベルデ諸島に他ならないと直感した。しかし諸島までは随分距離があった。何が最善の策なのか私には判断がつきかねた。突風にでも吹かれようものなら、たちまち沖へと流されるのがオチだと思われた。この問題に頭を悩ませた私は船室に入って腰を下ろした。すると舵を握っていたジュリーが突然、旦那旦那帆船と大声でわめいた。哀れな我が少年は海賊が彼を捕まえにやってきたものと思い込んだらしい。だが海賊が追ってくるような海域はとっくに脱していて、そんな心配は無用だった。船室を飛び出してその船を見ると、すぐにポルトガル船であることが分かった。最初は黒人奴隷を買いにギニア沿岸へ向かう船だろうと思った。しかし、進んでいる方角や岸に近づく気配がないことから押して、別の場所を目指している船のようだった。私はできるだけボートを沖合へと進めた。この船との接触を試みようとしたのである。帆をあるだけ張って頑張ったが、彼らの進路に先回りするのは無理な話だった。こちらが信号を送る前にその船は行ってしまうに違いなかった。だが懸命に帆を張った後でやはりダメかと諦めかけたとき、向こうの船の乗組員の方が望遠鏡で我々を発見した。見ればヨーロッパ製のボートだったので、
彼らはナンパした船のボートではないかと怪しみ、こちらが追いつくのを待とうと帆を絞った。希望を感じた私は、海賊の頭の旗がボートにあったので、その旗を使って救助を求める合図を送り、銃を撃った。彼らはその両方に気づいた。後で聞いたところでは、銃の音は聞こえなかったが、硝煙が見えたという話であった。そして彼らは親切にも船を止めてくれた。我々がポルトガル船に追いついたのは、それから3時間ほど後のことである。すぐそばまで来ると、彼らはまずポルトガル語で、それからスペイン語とフランス語で、私がどこの誰であるかを尋ねた。私にはそれらの言語がわからなかった。その後、たまたま乗り合わせていたスコットランド人のスイフが私に話しかけた。私はそれに応じてイギリス人であると答え、されのムーア人の海賊に捕まり、そこから逃げてきたのだと話した。彼らは私に乗り移るように言い、優しく私を迎え、荷物も引き上げてくれた。希望のない惨めな境遇からこうして救助されたとき、私がどれほど歓喜したか、その時の気持ちはとても言葉では言い尽くせない。私は船長にお礼として自分の所持品の一切を受け取ってほしいと申し出た。だが彼は辞退し、ブラジルに船が着いたらそのままお返しすると言った。私があなたを助けたのは他でもありません。自分が同じ立場だったら、やはり助けてもらいたいからです。私だっていつ同じ目に遭うか分かったものじゃない。それに、この船はブラジル行きです。あなたの祖国から遠く離れた場所です。私があなたの荷物を取ってしまったら、向こうであなたは飢え死にしてしまいます。そうなれば、何のためにあなたを助けたか分からないじゃありませんか。いやいや、イギリスのお方、ブラジルまでは無償でお送りします。あなたの荷物は向こうで必要なものを手に入れ、祖国へ帰る費用を工面するのに役立つでしょうから。船長は親切にもこう言ってくれて、実際その通りにしてくれた。彼は私の荷物に手を触れぬよう船員に命じ、自分で管理して詳しい物品リストまで作って私にくれた。土星の亀3つに至るまで受け取るときに私はリストを使って確認できるのだった。私の乗ってきたボートとはいえば、これはなかなか上等なものだった。船長にもそれが分かったらしく、自分の船用に買い取りたいと言った。いくらなら売ってくれるかと彼が聞くので、何事につけ親切にしてもらった後で値段などつけられない、いいねで差し上げますと私は答えた。そこで船長は、ブラジルに着いたらスペインドル銀貨80枚分の手形を渡すと約束してくれた。もし誰かがもっと高い値でボートを買うといえば、差額も余分に払うという話だった。さらに船長は、私の相棒のジュリーをスペインドル銀貨60枚で買いたいとも言った。しかしこの取引にはどうにも応じかねた。譲りたくないというのではなかったが、ジュリーは私の逃亡を助け、忠実に仕えてくれた恩人である。彼の自由を金で売り渡すことにはどうしても抵抗があった。正直にそう話すと、船長はもっともだと言い、代わりに次のような妥協案を出した。つまり、もしジュリーがキリスト教に改宗するなら、10年で年季明けをするという契約にしてもいいというのだった。結局ジュリーは船長のものとなったが、それは何よりジュリー自身がそうしたいと望んだからである。ブラジルまでは実に快適な船旅だった。乗船して22日目、船はトドス・オス・サントス、諸星人という名を冠した湾に到着した。こうして私は惨めな境遇から救い出された。これからどうするか考えねばならなかった。
船長の親切の数々はとても数え上げられるものではない。彼は船賃など受け取らなかったばかりか、ボートにあったヒョウとライオンの毛皮をそれぞれ金貨20枚と40枚で買い取り、その他のものをそっくり私に返してくれた。毛皮の他にも箱に入った酒瓶や2丁の銃、蜜蝋などを買い取ってくれた。もっとも蜜蝋はろうそくを作るために大半を使ってしまい、少ししか残っていなかったのだが、船長のこうした行為により、私は所持品を処分しただけで、スペインドル銀貨220枚を手にした。そしてこの蓄えを懐にして、ブラジルの地に降り立った。